ようなのだ。ふ、なんだかお疲れだね。そうなんだよ、最近買ったやつ見た目が可愛くて昨日遊びすぎちゃってさ。ズンダも犬でも飼い始めたのかな。私が飼ってるのもすごく可愛くて毎日癒されてるよ。この前一緒に旅行にも行ったよ。そんな人いるんだ。うん、最近は一緒に行く人多いらしいよ。神社の前で一緒に写真も撮ったんだ。何してんの、絶対やめた方がいいよ。え、一緒に撮ってる人結構いたよ。ズンダモンも今度やってみなよ。わかった、やってみるのだ。てか毎回ちゃんと洗ってるのだ。そんな毎日は洗ってないよ、月に1回くらいかな。それはマジでヤバいのだ。ヤバいって？前に買ったやつを洗わないで放置してたらカビ生えてたのだ。それは洗ってあげなすぎだよ。だから気をつけてほしいのだ。それでズンダモンはいつから買い出したの？最初に買ったのは高校生くらいなのだ。私は実家にいるのが10歳くらいの時に買い出したやつだよ。今でも家族みんなで可愛がってるよ。へえ、そんな家族いるのだ。そりゃいるでしょ。僕は家族に見つからないようにクローゼットに隠してたのだ。かわいそうでしょ、そんなことしたら。わかったのだ、今度からリビングに置くのだ。じゃあ今度お互いの連れて旅行でも行こうよ。わかったのだ。